マイターン市川。今回の特集は市川の幸をご紹介します。どんな幸が登場するかお楽しみに。それではウィークリーヘッドラインのコーナーからいきましょう。6日、特別支援学級の児童・生徒による合同学習発表会が行われました。市川市には知的障害、言語、難聴、自閉症、情緒障害など子どもたちの障害に応じた特別支援学級が小中合わせて30校あります。この発表会は知的障害のある特別支援学級の児童・生徒が日頃の学習の成果を発表する場として毎年行われ、今年で49回を数えます。3年前からは会場を北部と南部に分けて開催し、南部の行徳地域の特別支援学級の発表会は行徳文化ホールアイアイで行われるようになり、地域の人がより一層参加しやすくなりました。北部地域の発表会の会場となった文化会館では15校が参加して劇や音楽などの発表をしました。緑の T シャツで揃えたママ小学校のアスナロ学級は現在は男子だけということで、女の子がたくさんいてドキドキするけど頑張りますと会場に挨拶をして息の合った軍読を披露しました。7日、文化会館で障害者週間特別イベントアイアイフェスタが行われました。アイアイフェスタは国際障害者デーの12月3日から9日までの障害者週間に合わせて毎年開催しています。今年は南新居浜小学校吹奏楽部の演奏に合わせて文化会館から JR 音羽田駅までをパレードしました。地下展示室の会場では福祉作業所や障害者を支援する団体がクッキーやジャムなどの物品を販売したほか、来場者の投票でグランプリを決める i1 グランプリや車椅子体験、腕に重りをつけてボールを投げるストラックアウト、盲導犬の活動を紹介するコーナーも設けられていました。展示室隣の大会議室ではチャレンジドミュージカルを主催している市川市民文化ネットワークによるミニ公演や、主に障害のある人で構成しているレンコンバンドの演奏、ダンスなども行われ、客席と一緒に音楽を楽しみました。また障害について知ってほしいこと、配慮してほしいことをテーマに、精神障害、知的障害、自閉症スペクトラム、臓器に障害のある内部障害、視覚障害など様々な障害について理解を深めるセミナーも行われました。同じく7日、文化会館小ホールではヒューマンフェスタ市川2014が行われました。第1部ではまず全国中学生人権作文コンテストの優秀作品を作者本人が朗読しました。下貝塚中学校の今井みのりさんは、男子ばかりのサッカー部の中で唯一の女性として感じた思いを綴りました。スポーツでも男子のように海外で活躍する女子選手が増えてきました。それでも男女の差別はなくなりません。
それぞれがお互いを尊重し合っていけば少なくなっていくのではないでしょうか。女だから男だからではなく、同じ人間として協力し合えたらいいと思います。筑波大学附属聴覚特別支援学校中学部、渡来由紀さんは聴覚障害を理由に諦めかけた夢について綴りました。できないということも自分自身、できるということも自分自身だと思います。今まで先輩たちがそうしてくれたように、私もまたクエカーのためにできることをやっていくべきだと思いました。ヒューマンフェスタは12月4日から10日までの人権週間の関連行事として、相手の気持ちを考え、思いやることの大切さを考える人権啓発活動として、市川市、千葉地方法務局市川支局、市川人権擁護委員協議会が連携して毎年行っています。フェスタ第2部では、今季限りでプロ野球選手を引退した地元市川市出身のジージー佐藤さんが講演を行い、夢をつかむには諦めないこと、具体的に想像することの大切さを話しました。自分がどうありたいかっていうことを、深く深く掘り下げて自問自答することだと思います。そうすると自分に何が楽しくて何に興味があるかっていうのが、だんだん見えてくるので、きっと夢は持てると思います。夢が持つと目標ができます。目標ができるとやりがいが持てる。そして夢を叶えた時の達成感や満足感をぜひ子どもたちや皆さんに味わってもらいたいなと思います。市川の幸、まずは海の幸から行ってみましょう。市川の海の幸ということで、行徳の海にやってきました。さあ、そして今私の手元にはホンビノス貝という貝があるんですが、このホンビノス貝、行徳の海で取れたものなんですか？そうですね。結構取れるんでしょうか？そうですね、専門に狙えば、100キロ200キロと取れます。こんなに取れるんですね。私がこのホンビノス貝知ったの最近なんですが、行徳では昔から取れるものだったんですか？実際ね、ある程度量が取れるようになったのはだいたい15年ぐらい前からで、実際売れ出したのが10年ぐらい前からですか。で、もともとがこの辺にいたものでなくて、船のバラスト水とかそういうのに紛れ込ん でここに定着した、もともとは外来種なんですよ。そうなんですね。どんな食べ方が美味しいんでしょうか？実際こう見て分かる通り、こうハマグリみたいな感じなんで、だからハマグリの代用品というか、ハマグリと同じように扱っていただければ、いいと思います。アメリカではこのクラムチャウダーは、ホンビノス貝を材料として作ってるみたいで、この写真にある通り、ホンビノス貝です。結構海外ではもう昔から食べられていたものだったんですね。これじゃあ実際に食べることってできるんですか？できます。じゃあぜひお願いします。わかりました。ということで、行徳さんのホンビノス貝をいただくことにしたサイドさん、浜焼きならぬレンジ焼きで振る舞ってもらいました。あ、いい香りがする。 500g で3分くらいが目安、貝の口が開いたら食べ頃です。まずは何もつけないでそのまま行ってみましょうか。朝よりもしっかりと噛み応えがあって、本当ハマグリに近いような味ですね。アサリだとこれ今頃の時期って身が少ないんだけど、これはそうでもない。いや、でもこれは私初めて食べたんですけど、こんなに美味しいとは、美味しいです。なんかもっと臭みがあったりするんじゃないかなって思ったんですけど、それも全くなく、食感が本当ハマグリに似ていて、
でこのね行徳の海で取れたのはね、うん、こうやって色が真っ白なんですよ、うん、あの砂がほら綺麗だからね。なるほど、うん、その、うん、砂の色がこの貝の色に出るんですね。そう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 、深いであの泥っぽいところで取れたのはちょっと黒っぽいんだけど、うん、この行徳の沖はほら砂が綺麗だから、はい、貝殻も綺麗ですよね。市川の海の幸といえば行徳海苔は欠かせません。寒さも増し今年も収穫のシーズン到来です。今年の出来はどうでしょうか。そうですね、まあ、海苔の質はすごく良くて、うん、この間ついこの間初共犯が千葉県全体で開かれたんですけど、行徳の海苔が千葉県一番の値段がつきました。そうなんですね。じゃあ行徳の海苔が県内では一番という、まあそうですね、一番に今年はたまたまなりました。で行徳の海で取ってきた海苔をこの自宅にある工場で加工をされてるんですね。一日にどれぐらいの量を、まあ、その日によって枚数は異なるんですけどね、まあ、1万枚から多い時は2万とかそういう時もありますね。市内に卸していたりもするんですか。それはないです。大体もう千葉県漁連の共犯に出して、あと近所の方がちょっと分けてくださいっていう時小売しております。そうなんですね。じゃあこう海苔でいうとこう千葉県の中のこう海苔という括りで。そうですね、まあ、まあ一応この辺は千葉県北部で三番瀬の海苔という感じですけどね。海苔を束ねている帯に市川市と書かれたものが行徳海苔です。行徳海苔は幻の海苔とも言われる一級品です。ぜひ味わってみてください。続いては鴻野台にやってきました。さあこのハウスの中では一体何を作っているんでしょうか。早速行ってみましょう。こんにちは。あ、こんにちは。ここではイチゴを作っているんですね。そうですね、イチゴですね。市川の名産といえば今は梨ですが、以前は桃やブドウ、イチゴなどいろいろな果物が栽培されていました。その中でもイチゴは明治後期から昭和の中頃にかけて盛んに栽培され、東京市場で取り扱うイチゴのおよそ1割が市川産だったという記録も残されています。ここでは何種類ぐらいのイチゴを栽培しているんですか。うちでは、4品種栽培してまして、紅ほっぺと、はい、あと弥生姫、あと秋姫と予報という種類を作ってます。ちなみに今年のイチゴの出来はどうですか。そうですね、まあまあ今年はいいんじゃないかなとは今のところ思ってます。甘いものができそうですかね。そうですね、うちでは、まあ、1月初めあたりぐらいから販売の方が始まると思いますので。最盛期は1月以降ということなんですが。そうですね、はい、今ちょうどここに見てください。そうですね、赤く美味しそうなイチゴが、はい、紅ほっぺという種類です、ね、紅ほっぺなんですね、はい、これ食べることってできますか。大丈夫です。大丈夫ですか。食べ頃なんでお言葉に甘えていただいてみたいと思います。はい、こうやって包むようにして、あ、綺麗に取れました。見てください、あと1ヶ月先だと思ってたんですがこれもこんなに赤く食べ頃になってます。うん、もう甘い。甘いですか。よかったです、うん、もうちょっと酸っぱいかなと思ったんですが。そうですね、うん、すごい今でも十分甘いです。良かったです。大きくて一口で入ります市川の幸をお届けしていますが、最後にご紹介するのはこちらです。見てください、今私の前には美味しそうなお菓子や食品が並んでいるんですが、こちらは市川の梨を使った食品やお菓子ですね。さあそしてこっちの可愛らしいピンクが並んでいるのは市川バラ物語と書いてありますね。ここからは市川商工会議所の宍田さんと市川市商工振興課の岡本さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まずは獅子田さん、こちらに並んでいる梨を使った商品なんですが、全部でどれぐらいの種類があるんですか？今年で7年目になるんですけれども、全部で47品作っていただいています。岡本さん、伺っていきたいんですが、こちらの市川バラ物語、これ今参加されている店舗はどれぐらいなんですか？現在3年目なんですけれども、今年新たに3店舗増えまして、現在22店舗となっております。せっかくなので、ここにあるものいただいてもいいですか？お願いします。ありがとうございます。じゃあまず梨の方なんですが、こちらゼリーなんですね。これうん、梨の実が分かりますね。食感がちゃんと残ってるんですよ。はい、では次バラの方もいただいていいでしょうか？はい、ぜひ召し上がってください。ありがとうございます。実はさっきから気になっていたものがありまして、私結構この市川のバラのお菓子いろいろ食べているんですが、このマシュマロいただきたいと思います。うん、バラの香りが鼻から抜けますね。味もとってもフルーティーな感じがします。ごちそうさまでした。じゃあですね、お二人に今後の展望について伺いたいと思います。まずは獅子田さん、お願いします。今年はもう梨のシーズン終わってしまったんですけれども、また来年の8月あたりからですね、数多くの商品が出ると思いますので、ご期待いただければと思います。では岡本さん、お願いします。はい、こちらのバラエティ豊かな商品がですね、すべて、集結するイベントを来年1月31日土曜日に市川駅前のアイリックタウン展望施設で開催いたしますので、ぜひお越しいただければと思います。市川の梨や市川バラ物語のパンフレットは商工振興課の窓口や市川観光物産案内所などで配布しているほか、市公式ウェブサイトにも掲載しています。いやー、市川の幸ってたくさんあるんですね。皆さんもぜひ地元の味を堪能してみてはいかがでしょうか。私はバラ物語をいただきます。市内の小中学校の児童生徒が書いた平和ポスターと交通安全ポスターの入賞作品を、鬼高一丁目にあるメディアパーク市川のエントランスホールで展示しています。ぜひお越しください。期間は12月19日金曜日までです。インフルエンザの流行が本格的になるシーズンです。外出から戻ったら必ず手洗い、うがいをする。湿度 50% から 60% を目安に部屋を加湿する。流行時にはなるべく人混みの中に行かない。不織布で作られたマスクを着用する。などの対策を行うと、感染のリスクを下げることができます。予防接種は、感染した場合の発症予防と重症化予防になります。2月頃までは流行時期なので、今からでも遅くありません。まだという人はぜひ接種しましょう。また適度な運動、十分な栄養と休息を取るなど、健康的な生活を心がけてください。12月20日からは乾燥する今の時期に気をつけたい火事の予防について特集します。ぜひご覧ください。いち早く火災の発生を周りに知らせるための危機となります。この季節は空気が乾燥し、火災が発生しやすくなってます。皆様、火の取り扱いには十分ご注意ください。